それでは学長の私から役職者をご紹介いたします。はじめに学部長を紹介いたします。教育学部長の毛利武史教授です。法学部長の山本陽一教授です。経済学部長の原直行教授です。医学部長の今井田克美教授です。工学部長の中西俊介教授です。農学部長の片岡育夫教授です。次に本学の理事副学長を紹介いたします。教育担当の藤井博史理事です。研究評価担当の筧義行教授理事です。企画特命担当の清水明理事です。総務労務担当の真鍋光輝理事です。財務施設地域連携特命担当の川池秀文理事です。学生支援男女共同参画担当の柴田純子副学長です。研究支援特命担当の中谷義弘副学長です。情報学術担当の吉田秀典副学長です。国際戦略特命担当の徳田正明副学長です。医療担当の横見瀬博康副学長です。今井義行幹事です。以上で、役職者の紹介を終わらせていただきます。香川大学学科政商合唱は香川大学合唱団、演奏は香川大学吹奏楽団、指揮教育学部3年大塚真由。一度ご起立願います。
以上をもちまして入学式を終了いたします。一同礼。ご着席ください。